はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。タカラが多分新しいの出ました。タカラの焼酎ハイボールの濃いめのゆず割りです。もう何が出てるのかもう全然分かんなくなってきた。本当にこれ多分飲んでないと思うんだよな。限定、生産アルコール度数が 9% で、果汁が 0.6%、甘味料0、プリン体0、糖質、80% オフ。原材料名が焼酎過去国内製造と、柚子果汁とレモン果汁と糖類と、酸味料と香料とカラメル色素です。多分新しいやつだと思うんだけど、結構濃いめのやつもなんかいろいろ出てて、どれが飲んだのか飲んでないのか怪しいんですよ。多分飲んでないと思う。はい、乾杯。あ、ゆずだね。ちょっと確認してみましょう。宝酒造。そこそこ美味しいんじゃないか。個人的にはなんか、レモンの方が好きだね。これは確かコンビニで売ってたやつだと思います。限定生産2月19日に、新発売するのが八朔割だって。八朔割っていうのが出るらしいです。あれでもあれがないな。あれ？あれ、濃いめないですね。濃いめの濃いめのレモンしか書いてないですね。結構なかったりするんだよな、これな。違うな。なんか似たようなのもあるね。強烈ゆずサイダー割りなんてもある。濃いめのゆず割りが、セブン&アイ限定らしいです。ブログに、誰かのブログです。正式な情報がウェブで見当たらないのだが、過去の濃いめはセブンイレブンでしか見たことないので、また、セブン&アイ限定だと思います。まあ、多分セブンイレブンか、ジャスコとかそういった類。ほとんど甘くはないです。甘みがかなり抑えられてますね。まあ、普通に美味しいは美味しいけど、最近ですね、酒あんまり飲んでないんですけど、なぜか手が、震えるようになりました。これなんででしょうか。なんかね、物を持ったりするとね、こう、
震えるんですよ。これやばいな。やばい、病気かもしれない、これは。何病なんだろう。でも最近全然酒飲んでないんですよ。マジで。昔めっちゃ飲んでた、ね、半年前ぐらいまではずっとめちゃくちゃ飲んでて、で、昨日ね、内科に行ってきたんですよ。というのも、1年前ぐらいに、血液検査したときに、まあ、動画でも上げたと思うんですけど、なんだっけ、脂肪？血中脂肪がなんかすげえ高かったっつって、で、なんかそれからもう、薬をね、処方してもらってて、たんですよ。で、毎日飲んでて、で、昨日その内科にね、行ってきたんですけど、もうほとんど酒飲まないんで、もう薬いらないんじゃないかって俺が言ったんですね。で、まあ、すごい美人な、ものすごい可愛い、女医さんで、歳が多分俺ぐらい、俺と同じぐらい。前々からね、思ってたんですけど、すごい美人、美人っていうか可愛いんだよな。ね。まあ結局その、ジョイさんはね、まあ、わかりましたって言って、まあ、またその血液検査とかね、精神科で血液検査半年に一遍ぐらいするんですよ。その時にまた出たら、まあ、また来てくださいねって言われて、まあそんで、終わったわけなんですよ。だからほとんど飲んでないんですよ。一日、缶ビール1本か2本ぐらいしか飲まない。下手したら1本も飲まないっていう。この前の、俺では考えられないような。もう普通に1年前ぐらいに、ビール2リッターぐらい普通に飲んでたから。ビール1リッターとか 1.5 リッターぐらい飲んでたから、ね、ハイボールとかでさ。まあ、何なのかわかんないですけど、多分、寒いのも原因ではないかとは思うんですよ。冬だから。大体ハイボールとか、ジントニックとか、あとビールとか、ここら辺はね、もうほぼほぼ、寒いんで飲まないんですよ。うん。なんで、その可能性もあるんですけどね。うん。で、そのさ、ジョイさんがさ、本当にさ、ものすごい優しくて。優しいんだけど、わりかしその、対等に話してくれるんです。普通医者って、なんかほら、かしこまってるじゃないですか。っていうか、なんていうかな。なんか堅苦しいじゃないですか、医者って大体。ね、医師はね、大体堅苦しいんですけど、その方はすごい、ものすごい柔らかい。ね、で、割とタメ口的なのをね、してきたりして。うん。まあ、うん、すごい美人です。可愛い。まあ、ああいうのが多分あれなんですよ。遺族に言う揚げまんってやつです。ちなみに勘違いしてる人いますけど、揚げまんのまんはあれですからね。男っていう意味のまんですから、ね。ウーマンとまんの、それのまんですから、ね。まんを揚げるっていうことで、揚げまんなんですよ。決してまんなんとかのあれではないです。性的な意味ではないんですよ。結構ね、なんか間違ってる人いるんだわ。なんかね、前見たことあるけど、女の子に、君、揚げまんだねって言ったら、なんかすげえ、セクハラだとかって言われた人がいるらしい。何それって。
よく分かってないんだけど、なんで そんな勝手に決めつけてるのか分かんないんだけど。まあ。まあまあ、その話は置いといて。最近ですね、結構個人的にとんでもないことが起きまして、まあ、全く関係ないんですけど、俺毎日、まあ、薬を飲んでるんですけど、その時に、まあ、水道水を飲むんですよ。ね。水道水。東京なんですけど、水道水普通に飲むんですよ。で、最近やけに、1ヶ月前か2週間ぐらい前からね、明らかになんか味がおかしいんですよ。でね、明らかにね、塩素の香りとかじゃなくて、明らかに変な味がすると。で、おかしいなと思って、こう水をこう汲んで、で、こう見たんですよ、こう。目視したんですよ。で、なんか粒々がいっぱいついてるんですよね。粒々が。で、ここにもついてるんですけど、これ気泡かなと思って、これは気泡なんですよ。気泡かなと思って空気なんだろうなと思って普通に見てたんですけど。で、わりかし、その2週間前ぐらいまで気づいてたんですけど、ずっとそれで、まあ空気だろうっていうことで、流してたんですよ。普通に飲んでたんです。で、一昨日ぐらいに、やっぱこれおかしいと思って、水道のね、水道局みたいなの人に、電話しようかなと思ってたんですよ。で、改めて、ここに水道をね、ジャーって汲んで、見たんですよ。やっぱ粒々がついてると。で、これ本当に気泡なのかと思って、よく見たら、気泡だったら、ここにね、こう傾けるじゃないですか。こう傾けたときに、この気泡が空気だったら消えるわけでしょ。消えないんですよ。あれ？と思って、そのまま付着してるんですね、このコップの、ここにさ、付着してるんですよ、ずーっと。で、手でこうやって、すくってみても、まあ小さいんで、まあ、よくわかんない。で、じーっと見てたんですけど、特に動くこともないんですよ。動きもないです。で、これもしかしてなんかやべえもんなんじゃねえかと思って一旦その水を捨てて、で、今まで汲んでたそのキッチンの水道ではなくて、洗面所の水道に、水をこう入れたんですよ。で、見たら、明らかにその粒々みたいなのがついてないんです。そこには。で、シャワーの、浴槽のシャワーのね、水も汲んだんですけど、やっぱりないと。で、そこだけおかしい。そのキッチンのとこだけおかしいと。これはやばい。これまさか本当にやばいやつだと思って。で、水道のね、その蛇口の、シャワーヘッドって言うんですよね。シャワーになる、なんか取り付けて、やるやつを俺つけてたんですけど、そのね、裏側を見たら、やっぱなんかすげえ汚れてるんですよ。ずっと掃除してなかったんで、これのせいちゃうかと。で、新しいのに、交換っていうか、もうそれ取り除いたんですよ。シャワーヘッド。でね、同じようにこう水汲んでみたら、やっぱり、シャワーヘッドを取ったからか、その粒々はないんですね。なかったんです。だから、あ、やっぱこのシャワーヘッドが、ものすごい、なんか菌がいたんだなと思って。で、新しいシャワーヘッドを、ダイソーで買ってきて、まあ、その後にその水を実際に飲んだんですけど、まあ、全然うまいと。味がもう全然違う。だからやっぱね、皆さんね、
本当見た方がいいです。てか、消毒した方がいい。シャワーヘッドとか。主にキッチンと、あと洗面所の、まあ、シャワーヘッドとかつけてたらね。基本的に水を飲む場所の、シャワーとかから水飲むやついないじゃないですか。だから別にシャワーのやつはまあどうでもいいんですけど、一番やっぱ水の水道水を飲む頻度が高い、まあ、キッチンと、あと、洗面所、ここの二つはですね、シャワーヘッド取り付けてたら、皆さんまず、洗った方がいい。うん。これは久々に恐怖を覚えた。で、透明なコップとかに注いで見てみるといいです。うん。そうするとね、だいたいね、ほぼほぼ気泡なんですけど、ただね、明らかにね、気泡よりね、でかいんですよ。その菌が。普通に目視できるんですよ。ちょうど今のこんなぐらいのでかさ。こんな感じ。これぐらいの。0.5 ミリぐらいの。これですね。これ気泡じゃない、これ気泡なんですけど、まあ、こんな感じで普通にいるんですよ。で、不思議なのが、水道をね、コップに入れて見たときに、普通なら、こんなか、ここにくっつくことってないんですよ、この気泡が。それなのに、こんなへばりつくことないんですよ。普通水道水だったらね。ほとんど。で、泡もすげえ細かいし、なぜかその菌はですね、よくわかんないんですけど、この壁、っていうかコップにくっつく性質がある臭いです。うん。だから、すごいですよ。うん。みんな気をつけた方がいい。これマジで、やばい。まあ、とりあえず、俺普通に飲んでたけど、まあ、特に、まあなんか下痢とか、まあ腹痛とかなってなかったんですけど、もう2週間か3週間ぐらい前から普通に飲んでたからな。そう思うとすごいなんか気分が悪くなる。あ、カメラ止まったな。はい、ということで、カメラが狂った。まあ、ええわ。映像は止まったけど、多分声は聞こえてる。甘みはほぼほぼない。香りはまあそこそこ。まあ、まあ普通ぐらいでしょ。3143です。ご視聴ありがとうございました。